かりませんか？ヒントは赤い服を着たシスターです。答えはエリカです。わかりませんでしたか？いきなり疲れてますね。さーて、これからどこ行きましょうか？早く！ここが大神さんを連れてきたかった場所です。待っててくださいね。入れてもらえるようにみんなにお願いしてきますから。みんな元気でしたか？約束と違うじゃないですか。あーん、そんなの意地悪だよ。ありがとうございます。さすがは大神さん、誰にも負けないお人よしですね。もう勝ったも同然ですね。エリカにパスをください。もらいました。ミラクルヘディングシュート。エリカとっても充実。ああ、楽しかった。
あの子私、子供の頃とっても気が小さかったの。みんなが遊んでいても入れてって言えなくて、いつも一人だったんです。仲間に入れてって言葉は簡単だけど、なかなか言えないんですよね。私なんかやっと言えたと思ったら大人になっちゃってました。大神さん、私あの子のところへ行ってきてもいいですか？気分ですね。それじゃあちょっと行ってきますね。言っちゃいましたね。私のしたこと余計なお世話だったのかな。入れてって言えるようになるまでそっとしておく方がいいのかもしれませんね。お昼ですね。大神さん、午後の予定はないんですか？
ともう一回サッカーしますか。ここはどこだ？ピエロ。大地は都市を憎む。パリシーはパリを憎む。何を言っている？お前は誰だ？怪人たちは大地の怒り、都市を憎しむ大地の怒り。霊魂にこそ力がある。そしてパリは破滅する。待て。
よろしくお願いします。今の光は歓迎の挨拶とは違うみたいだけどね。こっちにも来るよ。みんな気をつけて。あそこ煙の中から。よく来たの、パリ歌劇団の諸君。口の利き方を知らぬ小僧、破壊と殺戮が世の楽しみ。お主ごとき小僧に言われてやめるはずなかろう。
どうだ、針過激団の諸君。恐れをなして声も出るか。何を言うか、これぐらいで驚く針過激団ではないわ。びっくりしました。もうエリカったら緊張感ないな。大神さん、ご指示をお願いします。私の休みを邪魔するやつは生かしちゃおけないね。これは勇ましい。じゃがな、諸君らでは世に勝つことはできん。世の力を、そして絶望するがよい。さまよえる御霊よ、恨み残しし魂よ、我が力にて今ひとたび命を得よ。よみがえるのだ、腹からよ。世の前にその汚れなき姿を表すのだ。ラビット切り裂くビヨン。呼んだかい、このピトン。また宝石が食べられるね。我らだけで十分。人間などこのレオンの下僕として生きるがいい。まさか生まれ変わった気分。ナーデルの芸術を見せてあげる。この世は舞台、人は役者。パリに地獄を演出しよう、このマスクド・コルボーが。
帝王時代、この針を破壊し尽くすのだ。やるぴょん、パリの街を切り刻んでやるんだ。ぴょんぴょんぴょん。私のもの、よだれが出てくるね。この私の芸術がわからない人間なんて生きる価値もない。聞かせてあげましょう。を失った親鳥がごとき美しき葬送の歌声を。ハルマール公爵、我ら全員あなた様への忠誠を誓います。団の諸君、こやつらと再び相まみえてさぞ嬉しかろう。さてそれでは手始めに、パリの街を破壊するとしよう。まだ抗うか。仕方ない、軽く相手をしてやるかの。カルマール様、ここは我々が。お前たちはおとなしく小僧どもの出方を見ておれ。バカにしないで、こんなの楽勝だよ。罠にでもはめたつもりか。統率の取れない羽毛の衆は実に計略にかかりやすい。
楽しませてもらおうか。炎を見るたび思い出せ火の恐怖を。ヤンマウンギャ。あんたは引っ込んで。乗りの
大神さん。ブルメ。楽しめるかもしれぬ。諸君らの真の力を見せてみろ。
桁違いであろうとも、所詮雑魚は雑魚。一気に叩き潰してくれる。珍しく気が合うね。これがチームワークってやつか。待ってどうする。ただ待っているのでは何もしないのと同じだ。うるってるんなら来なくていいよ。そこで見てな。私の指示通りに動けばよいのだ。それは分かってるんですけど。足を引っ張るな。黙って私の言う通り動きゃいいんだよ。あ、一体誰に従ったらいいのでしょう。そんな状態で余の攻撃に耐えきれるかの。からがこの蒸気獣サンフォニーで相手をしてやる。さあ来隊長ですらこの程度。今日をそがれたわ。あとはお前たちにやる。
行け。面白くもなんともないわ。引くぞ。公爵様、こいつらをこのままほっといて帰るの？今のこいつらはパリと同じ無抵抗の存在、全く破壊のしがいがない。このようなやからどもに世と刃を交える資格などないわ。まさに時間の無駄よの。私たち負けたんですね。ユーノ、どうなんなよ。事実は事実だ。僕たち勝てないのかな、あいつらに。大神さん、何かおっしゃってください。大神さん。大神、待っていろ。大神、お前に必ず希望の光を届けてやるからな。待たせたな。いいニュースを届けよう。大神、希望の光はいろいろあるぞ。どの光がいい？そうだな、これなんてどうだ。次回桜大戦3、光は東方より、愛の御旗のもとに。お久しぶりです、大神。Ooh.